では本大会の最優秀選手賞の発表です。まずは男子は泉谷俊介、男子 110m ハードルで13秒06の日本新記録をマークしました。女子は北口榛花、女子やり投げで 61m49、 オリンピック代表を内定しています。最優秀選手賞を受賞した泉谷選手、北口選手には本大会に特別協賛をいただいております。山崎製粉株式会社専務取締役犬塚さん様よりカップ、そして副賞とギフト券が贈られます。最優秀選手に輝いたお二人、おめでとうございました。以上で最優秀選手の発表を終わります。第105回日本陸上競技選手権大会最終日4日目のイベントを全て終了です。本日は男女12種目、そして U20 では男女13種目のチャンピオンが誕生いたしました。そして男子 110m ハードルでは日本記録、そしてそれを含めた男女8名の選手